どうも、こんばんは、エネムです。さあ、今回は、ランキング24区のランキングの最後のボスかな、強敵で出現する八川を、3、4ターンぐらいでサクサクっと倒す方法を紹介していきたいと思います。まあ、時間にして1分かからないくらいですかね、間違わなければ。で、使っていくのはですね、断罪アリマの短期です。このやり方なんですけど、まあ、ある方がね、ツイッターで動画載せて紹介してたのを、僕が、これ動画 YouTube で紹介してもいいですかって聞いたら、快く、いいですよって言ってくれたので、このやり方を紹介したいと思います。まあ、その方のね、詳細は概要欄に載せておくので、ぜひぜひフォローしてみてはいかがでしょうか。じゃあやっていきましょう。ちなみに僕のダンザリマ、A 属性なんで、今出てる八川にはフリー属性ですね。まあ、ちょうどいいんで、喋りながら、説明しながらやるんですけど、ちなみにダンザーリマの覚醒数は3ですね。最低限しかしてないです。フォローは多分27。集めれるだけ集めたんで27ぐらいですね。まあ別にフォローも最低限覚醒させるだけでいけると思います。で、まず最初なんですけど、ここで、まずね、あそこ見えるかな？一番角の白い白線の上あたりかな？を狙うと壁悪して、クラモスさんに当たるのか。な、うん、当たりましたね。で、ここで、クラモスさんにとどめを刺すのではなく、もう一度壁役して8を狙います。で、ここなんですけど、うまく角度を合わせてやると8に、後ろから壁役でバックアタックした時に、クラモスさんにもついでに当たると。で、とどめを刺せるんですけど、フリ属性の場合ですね、角度が足りなくて8にだけ当たってしまった場合、その後溜まるフォローのスキル打ってもですね、8が倒せないんですよ。なんでちょっと角度を若干つけつつ、まあここ結構肝なんですけど、これぐらいかな。クラモスさんに当たるぐらいの角度をつけてやることが大事ですね。まあ、断罪アリマのリーダースキルとしてヒット数分だけ上がっていってくれるので、クラモスさんに当たることでね、火力を増すことができますね。まあここを折り返して壁役で8の後ろからバックアタックの時に、フリ属性の時はクラモスさんに当てることを意識するのがまあポイントかな。で、あとはここですね、平子に当てて終わりと。まあターン数にして3ターン、まあ、今回説明しながらやったんですけど、スラスラいけば、まあ、1分かからない、本当に2、30秒で終わるんじゃないでしょうか。ということでね、今回はある方の協力をいただいて、この倒し方を紹介しました。じゃあこの辺りでちょっと早いんですけどね、ダンザーリマ短期の八川の倒し方ということで、多分これが最速ですよね、うん、ではまた次回実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。